出場級は、プロスポーツにおいて、試合に出場した選手に対して支払われる報酬の、ことである。試合級とも呼ばれ、年俸や賞金などとは別に支払われる。競技によっては年俸などを1試合あたりに換算した、ものを出場級とする場合もある。格闘技では、ファイトマネーと呼ばれる。プロサッカーにおいては、統一契約書に明記された、金額に従い、基本級、出場級、 特別級に分けて支給される。出場級はまず総額が決められ、試合数で頭割りした上で算出され前試合出場すると満額を受け取れる。試合に勝利した場合は勝利級が上乗せされる。日本においては出場級は、アマチュア契約でも支給できる旨が規定されている。この場合、b c アマチュア契約選手に対しては5万円以下で、なければならない。なお、 出場級を設定するかどうかは各クラブに委ねられており、浦和レッドダイヤモンズでは出場級は設定されていない。プロボクシングのファイトマネーは入場料、広告料、放映権料などの収入から公式戦認定料、会場使用料及び諸経費を差し引いたものより、主催するプロモーターが取り分を決める。金額は選手のクラスで大きく異なり、また永久選手においても、 人気、集客力、防衛回数などにより十数万円から1億円以上まで運営の差がある。無名選手の場合は現金でなくチケットとして事前に払われることも多い。ファイトマネーの加減は最低6万円と決められており、C 級選手はごく一部の例外を除いて、その6万円で固定されている。金額は基本的に勝敗に関係なく同額であるが、 タイトルマッチの場合は、王者と挑戦者で金額が大きく異なる場合もあり、また、プロモーター側の都合によって、ノンタイトル戦でも対戦する両者の間で大きく差がつけられることもある。体重超過などの契約違反、試合中の悪質な反則行為があった場合は減額、没収されるケースも見られる。正規のファイトマネー以外の報酬としては、 選手個人の講演者や熱心なファンが試合前に贈呈する激励賞があるほか、稀に勝者のみに支給される、勝利者賞やノックアウト勝利の場合に支給される、ノックアウト賞などが設定される試合もある。日本やアメリカでは、ファイトマネーの33%を上限とする、マネージメント料をマネージャーに支払うなどの決まりがある。例として、チケットで報酬を受け取る4回戦ボクサーの場合、 額面5000円のチケットが12枚報酬として発生したのならば、その33%に当たるチケット4枚をマネージャー経由で所属事務に渡すことになる。もしチケットが履けなかった場合は無報酬あるいは赤字であり、よって無名のプロボクサーの経済環境は極めて劣悪である。なお、副業が禁止されている職業についているなど事情により、 ファイトマネーを受け取れない場合もある。該当選手のファイトマネー分は、マネージメント量などの選手手取り分以外の経費に当てられる。また、世界戦でも対戦相手にコストがかかりすぎたためファイトマネーがゼロだった事例があった。エキシビションでは、コミッションが公認する試合ではなく、プロライセンスのない選手やプロ志望のアマチュア年少者、引退選手らが対戦する場合も多いため、 正式なファイトマネーの対象外となる。競馬機種には出走ごとに、機乗手当と呼ばれる報酬が与えられる。さらに5着までに入着すると新条金が上乗せされる。日本のプロレスラーの報酬は、各団体によって、形式、金額が大きく異なるが、大きく分けて、年間契約、年俸制のもとで、給与の形で支給される形式と、 あらかじめ一試合ごとの報酬を設定し、興業終了後、あるいはシリーズと称される巡業が終了した時点で、ファイトマネーを支給する形式に分かれる。校舎の主な例として、長谷博氏は全日本プロレス移籍後に試合休憩契約を結び、一試合につき10万円もらっていたとも言われている。なお、最近では、中堅、小規模団体を中心に、 選手自らが出場する工業のチケットを手売り、通販し、その売上金の一部を報酬として受け取る形式も増加している。特に小規模団体において、まとまった枚数のチケットを売りさばける選手は、団体運営の面からも貴重な存在であり、そのため本来ならば、プロレスラーとしての最低基準に満たない体力、技術しか持たない選手でも、 チケットを売りさばくことを条件に試合に出場できるケースもある。なお、海外から来日した外国人選手の場合は、一試合ごとの報酬、あるいは準業参加一週間ごとの報酬が設定され、支給されるのがもっぱらである。ありがとうございます。